こんにちは、サスケです。本日はメルカリ不用品のゴミのチケットでお金を稼ぐことができる理由とは、初心者必見、この方法で儲けるなんてびっくりですよ、というテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい、この動画ですね、不用品のゴミのね、いらないチケット、これなんとお金になります。ぜひね、その一例ですね、紹介させていただきます。はい。こちらですね。まず、青春18切符ですね。入力していただきまして、まあ、すべてですね。あと、総込み、売り切れですね。はい。で、こう、いっぱい出てきますね。そうですね。で、まあ、これですね、クリックしていただきまして、まあ、これ、チケット、切符なんですよね。で、まあ、残り1回ってあるんですけど、実際ですね、これなんですけど、他の方とか見ていただいても、わかるんですけど、まあ、この方は1枚でしたね。はい。で、他にもですね。この方見てみますか。チケットがですね、これもう、使ってる、これも全然使ってる状態ですね。これ今回使えないですね。もう使ってしまった、いらないチケットなんですけど、これ売れるんですよね。はい。で、これをですね、趣味で集めてる人がいるみたいで、まあ、こういうのね、電車乗る方とか、旅行好きな方、青春18切符のね、こういう、JR のチケットね、持ってる方とかね、集めてね、販売していただければ売れますので、ぜひね、まあ、出品していただければいいかと思います。結構いいお金になりますよね。ぜひ、もう、出品してみてください。はい。はい、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げる、マルヒマニアルプス商品のスタンプお願いします。あとですね、ゼロテンバーコミュニティやってますので、ぜひね、ただでお金稼ぎたい方、ぜひね、まあ、興味ある方に、ね、ぜひお待ちします。はい。よろしくお願いします。はい。それでですね、あと YouTube が質問一切受け付けません。ライト登録後によろしくお願いします。あとですね、グッドボタンを押します。よろしくお願いします。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。